こんにちは、デモンストレーターの田原栄一です。今日は秋の紅葉の景色のじゃなかったですね、これはバッグ布でありまして、実は健康セミナーで毎月第2土曜日でやっている今時ポートレート撮影講座、今日はですね、今月は10月28日開催ということで、ちょっと遅めの開催、まあ本来ね第2土曜日固定してたんですが、ちょっとアメリカからお客さん来ちゃったもので変更ということで、巻き添えを食らった張本人が隣にいますけども、ラスキー先生ですね。はい、あ、なんですかこれ。今日はハロウィン、10月終わりといえばそうですね、こいつの出番です。はい、ということでね、こういったかぼちゃのフェイクかぼちゃ、置物かぼちゃ、ね、はい、といったものとか、あとはこれは魔法の書類、あ、ランプがつく、ちゃんと、はい、まあ、こういったものを使ってあのシチュエーションを作って撮影しましょうというのがこの今時ポートレート撮影講座のポイントということでね、はい、先生からもライティングを中心にいろいろ教えていただきますし、あともうある程度勉強した方はね、あのこういう風に組みたいんですけどみたいなリクエストいただくと、うん、先生がそれに沿ったライティングを組んでくださると。そうですね、ある意味贅沢な講座なわけですが、はい、先生はいろいろ明かされない事情があるんですけどもあのすごい撮影ベテランの方なんで、スタジオワークのライティング、もう本人もなかなかね、自分で勉強して趣味でってなかなか大変だと思うんですけど、うん、ね、あの趣味で始めてそこそこ分かるんだけど、自分でライティングするのがちょっとなっていう方はもう先生に丸投げすれば、丸投げしちゃダメ、まあまあまあ一緒にやるっていう感じですね丸投げしちゃダメですけど、はい、一緒にやるという感じ でしかも健康的なスタジオって LED ライト、うん、まあ、これ今撮影中の LED ライトですけど、これ以外にももうストロボがね、そうですね、モノブロックやらストロボがもう、はい、さすがメーカーさんということでございますので、あのゴドックスのストロボ、最近では1200W というのがですね、強力ですね、そこにありまして、あの販売っていえば取り寄せ販売は 2400W が始まったんですけど、あの自中販売なんで先生がオーダーしてくださればあ、はい、そうでございますけど、 1200W はスタジオにとうとうあの在中するようになりました。というわけで在庫用でも楽しめるし、そしていろんな LED を駆使して、先生はどちらかというとお得意なのは暗めだったりするんですけど、そうですね、暗めだったのがお得意だったりするんですが、はい、重要ですから、もうあのパワーをね256分の1ぐらいで絞ったりとかして、そうそうそう、光からしてね撮らせということで、ね、まあ、ぜひぜひこの今時ポートレート撮影講座、はい、次回は、この通常講座は第2土曜日なんですけど、はい、フォトウォーク、あの歩きながら写真を撮りましょうというのがちょっと変則で、11月は3日ということ で、 そうです、ね、金曜日の祝日になるんですけどね、はい、そちらの方でもやりますので、ぜひお越しいただければと思います。はい、ております。で、ここだけの情報ですけども、プレゼントがあるんですよね。そうなんです。ちょっと今ちょっとダッシュで撮ってみます。はい、じゃじゃーん、じゃじゃーんですけども、これね、あの多分11月3日の参加者の方はギリギリ先着 2,3 名までは回ると思うんですけど、うん、まあ、今日の参加者の方は 100% もらえるという感じなんですが、レンズベビー車からなんとこれね、すごい 77mm サイズにあったレンズベビーオムニのこの取り付け部分と、そして非売品のワンドって言ってるんですけど、フィルターですね、うん、これがついてくるということで、すごい、これがねもらえちゃうんですよね。高性ですね。これ多分買う、売ってない、非売品もともと売ってないけど、まあ売ってるものの1万3000円ぐらいのものの一部みたいな感じなんで、うん、結構1万6000円か、1万6000円分の一部という感じなんで、でこれを使った撮り方ももちろん先生に教えてるんですよ。そうですね、フォトウォークなんかこれやっぱ外で使うとね、はい、すごく映えますから、はい、まあ、はい、ぜひですね、こういった新しいものも使いつつ、先生のノウハウも盗みつつということで楽しめますので、ぜひ11月3日ですね、ご参加ください。はい、お待ちしてます。レア。はい。はい、全身ね、今ね。お、全身なんだ。今、全身よ。あら。もう一回、もう一回、もう一回。じゃあ、行った方がいいわ。はい。違います、違います。ちょっとアップ行きまーす。甘くないです。まだ今年始めたばっかりですね。ちょっとインスタ用にこう立てて、キュルンでキュルンでな。はい。はい、ありがとうございます。オーケー。オーケー。あ、オーケーの見えなかった。おお。
せーの、あ、いいかね、せーの、はい、お願いします、せーの、ロマン、どんな感じ、それ難しいですよね、あ、いい、あ、こんな感じ、うん、